バンビシャスならは奈良県奈良市をホームタウンとして B リーグに所属しているプロバスケットボールチームである。奈良県初のプロスポーツチームとして地域で共有できるプロスポーツ文化の創造、地域の活性化、子どもたちの目標となることなどを理念として活動している。チーム名のバンビシャスは BE アンビシャスとバンビを掛け合わせた名前である。バンビのように 尊敬を集めるチャンピオンチームになる、志を持って、常に成長し続け、チャンピオンチームへと成長を遂げていく思いを込めている。チームカラーは赤。チームロゴは、目覚めたバンビが、奈良の荘厳な山々の風景に身を奮い立たせる、光景、そして、太陽の光が射しながら、壮大な景色を見ている姿をイメージしている。バンビシャス奈良のバンビに合わせ、ソロクをモチーフとしている。 チーム名は、バンビとアイ美の女神、ビーナスを掛け合わせたもの。また、チームロゴは、チームの勝利の、V、奈良県を元気に盛り上げる、ピースの意味を込め、ダンスの流れる動きとピンクを基調とした、華やかさを表現したデザインになっている。大鳥の池と奈良市中央体育館もともと、BJ リーグ創設年と同じ2005年に、前身となる。 奈らにプロバスケットボールチームを作る会が設立され、同年と翌2006年に b j リーグ参入申請を行っていた。しかし二度とも落選し、以来活動は休止状態になっていた。その後、2005年の b j リーグ仙台十9アーズの創設に携わり、同チームの取締役を務めていた加藤正春が自らの故郷である、 奈良県をホームタウンとするチームを設立すべく活動を、始め、2011年、以前の、作る会メンバーと共に、奈良にプロバスケットボールチームを作る会を、再び設立。当初2011年1月の BJ リーグ、参入申請を目指していたが、東日本大震災により延期、そして仙台89アーズが、大きな被害を受け、仙台の取締役職についていた。 加藤もその再建に集中せざるを得なかった。その後、仙台の再建に一定の目処が立ち、2011年9月に仙台の取締役職を退任した加藤は、奈良での活動を再開。2012年6月に3度目となる BJ リーグ参入を申請し、7月に認可され、2013から14シーズンからの参入が決まった。参入が決まった後、 2012年8月から9月にかけてチーム名の一般公募を行い、同年11月23日に柏原市で行われた大阪エウェッサ大島根スサノーマジックの中でバンビシャスならというチーム名が発表された。これに伴い運営会社も奈良プロから株式会社バンビシャスならに解消した。また2013年3月にはマスコットキャラクターの シカッチェを発表した。BJ リーグ2012から13シーズン終了と、共にチーム作りに着手し、ヘッドコーチには2012から13シーズンに琉球、ゴールデンキングスを率いレギュラーシーズン1位に導いた遠山向き人を、招聘した。ドラフト会議においては拡張ドラフトで、埼玉ブロンコスの山城拓馬とシがレイクスターズの、本田純平を指名。 新人ドラフトでは一巡目に TGD ライズの笠原太志氏、二巡目に拓殖大学の鈴木達也を指名し、さらに京都ハンナリーズから奈良出身の稲垣亮、そして横浜 B コルセアーズの練習生であった長島エマニエルを獲得した。ここにジョー・チャップマン、アンソニー・ブラウン、ジャマー・エイブラムズ、ディーバイ・ギースのアメリカ人4選手を加え、 1> 計1 0人の体制が定まった。シーズン開幕前の2013年9月14日から15日に、滋賀県で行われた、プレシーズンゲーム、BJ チャレンジカップでは、大阪エベッサ、滋賀レックスターズ、浜松、東三河フェニックスとのトーナメント戦を制止優勝。その直後、ギースとの契約を解除し、代わってエイドリアン・モスと契約した。同月21日には、 初めてのホーム戦を、奈良市中央体育館で開催し、高松ファイブアローズに敗れたものの観客およそ2500人を集めた。2013から14シーズン10月5日、大阪府立体育会館での大阪エベスサ戦で、初年度の開幕を迎え、78から87で、敗れて黒星発進となる。その後開幕8連敗を喫したが、11月9日に、 横王子運動公園体育館で、京都ハンナリーズを87-75で破り、記念すべきリーグ公式戦初勝利を挙げた。次のカード、大和氷山市総合公園体育館での高松、ファイブアローズ戦で、ホーム会再発白星。その後島根スサノーマジックを抜いて、再開から脱出し、1月15.16日の埼玉ブロンコス戦で、 初めて連勝して8勝20敗でオールスターゲームを迎えた。2月1日、後半戦最初の試合で東京サンレーブスに勝利して初の3連勝を記録したが、その後は一進一退が続いて連勝できなかったためプレイオフ進出争いに加わるまでには至らず、4月2日からのアウェー大分ヒートデビルズ4連戦の初戦に敗れた時点でプレイオフ進出が消滅した。 しかし翌日の試合からは、大分に3連勝、さらに12日の島根戦にも勝利して、初の4連勝を達成した。最終成績は19勝33敗で、ウエスタイカンファレンス10チーム中九位。2014から15シーズン前シーズン終了をもって、演算 HC が退任し、新 HC2 枚埼玉アシスタントコーチの小野寺、龍太郎が就任。 全シーズン在籍していた選手のうち、吉田寛太郎と外国人全員が対談。山城拓馬が引退して、コーチに就任した。新戦力として前東京の伊藤拓郎、前埼玉の山崎亮、外国人は、チェファーレスタップ・スコット、アンドレ・マリー、マイケル・セント・ジョーン及びジャレット・カーターと契約。10月の開幕戦で、 高松に連敗したが、次節の大阪戦で連勝して、シーズン初勝利を挙げた。タプスコットが、スコアリーダーとなり、鈴木は、リーグアシストランキングで1位を獲得する活躍を、見せたが、連勝は11月に記録した3連勝が最高で、上位には進出できなかった。2月に、マレーを群馬に放出し、ジェームズ・ラ・ホーン及び練習生の辻屋健と契約。終盤には、 高松や福岡とプレーオフ圏内の8位を、争い一時は、プレーオフ圏内につけたが、3月中旬から、閉幕まで11連敗を喫し、ウエスタン10位に順位を下げて、シーズンを終えた。2015から16シーズン、小野寺 HC も1シーズンで退団し、全リーガダールビレックス BB ラビッツ HC の江藤、明平が新 HC に就任。寺下多元、 ジュリアス・アシュビーラが新加入。12月から1月にかけて、チーム新記録の6連勝を記録し、首位の京都からも1勝を挙げた。終盤は、プレイオフ圏内の8位を福岡と争ったが、最終節の直接対決で敗れて、プレイオフ進出はならず、ウエスタン12チーム中9位の順位でシーズンを終えた。2016から17シーズン BJ リーグと NBL が統合し、 ジャパンプロフェッショナルバスケットボールリーグが発足。奈良は B2 に所属することとなった。HC は引き続き、江藤が務める。ジョン・フラワーズが途中退団し、テレンス・ウッドベリーを獲得。B2 中地区4位、勝率4割でシーズンを終えた。2017から18シーズンジェリコ・パブリセビッチを、新ヘッドコーチとして招聘するが、成績不振により、シーズン半ばで解任。 後任は選手権アシスタントコーチの石橋春之が暫定的に指揮を取ることとなった。一時は残留が危ぶまれたが途中加入の女子はドラードの活躍もあり B に残留を果たす。2018から19シーズン石橋春之がアソシエイトヘッドコーチとして引き続き指揮を取る。新戦力として前横浜のジェフリーパーマー、全都地に前村雄大らが加入。 トリプルダブルを量産するゲイリー・ハミルトンの活躍も、あり、B2、西地区4位でシーズンを終える。2019から20シーズンクリストファー・トーマス、HC 体制となり、前愛媛アンドリュー・フィッツジェラルド、グレッグ・マンガーノ、全四賀西、広志太郎、前金沢井出ー二らが加入。攻撃的なバスケットボールを展開し、チーム記録となる7連勝を飾るなどの成績を残し、 プレイオフ進出を伺うが終盤は失速。新型コロナウイルス流行によるリーグ戦中止により、13試合未消化のまま B2 西地区5位で終了。2019から20シーズン前、シーズンアシスタントコーチの間橋武雄が新 h c に就任。マーカスダブ、木村慶太郎、小野田拓也らが新加入。 BJ リーグゲーム差はうちは、プレイオフ圏との差をそれぞれ表している。アシスト BJ リーグ2014から15鈴木達也、BJ リーグ2015から16鈴木達也、ベストフリースロー成功率、B2 リーグ2019から20横へ豊ありがとうございます。